よっしゃ、1個前の動画見てください。1個前にちょっと特別な動画撮ってます。あ、そっか、今日の挨拶何やったっけ。動物の森をもう店頭で手に取ったり、なんか動画見たり、いろいろ全部して食い止めました。買うところ OM です。こんなに食い止めたことはね、俺本当に Wii U のペーパーマリオ以来なんです。これ本当なんです。まあいいや。84番、その84の雑談から返していきたいんですけど、今回コメントをねちゃんと僕日付順に並べる方法が分かったんで、今さら日付順に並べておきました。そしたらすごい面白いことが起きました。だって1回目にチキンさんが来てたやん。これ最初がチキンさんやったやんって分からんかった。上がってるの嬉しい、チキンマーク、お風呂上がってからゆっくり見ますこれチキンさんの担当じゃなかったと思うんですけどね。これ面白いですね。次行きます。オウムさんの方言が好きなのでこのままでいてほしい小春です。ありがとうございます。あれ、これ今の喋り方ありがとうございます。あのね、昨日ちょっとだけ、俺あんまり他の人の動画見ないんやけど、きっかけがあって動物の森の集まるで、動物の森の集まる集まれを買おうか迷って、なんか見たらこんな感じの喋り方やったで、俺全然あかんなとか思ってたんですけど、ありがとうございますみたいな感じやったと思うんですけど、そもそもなまってるんですけども、方言が好きなのでこのままで言ってほしいですって言ってくれてありがとうございます。スカイプの回線のせい、あ、これはだから方言を僕がどうしても隠しながら打ち合わせをしてたんですが、この動画を撮りすぎて出てしまうようになってしまってたっていう話の返事でしたね。やっぱこれ順番通り読むといいですね。すいません、よかったっす。船長でいいんですか。めちゃくちゃ、あ、ここからすいません、完全アドリブなんでちょっと適当になりますけども、ちょっとね他の人の動画を見たらこんなアドリブとかないから噛んでないし、ちょっとそこだけ断っておきます。アドリブなんですいません。船長でいいんですか。めちゃくちゃいいキャラじゃないですか。なんか申し訳ないのでグリムンでもいいですよなんでグリムンのがしたいって、これ小春さんの名前を決めようって言った時なんです。で、僕一個前でここに全員いるじゃないですか。全員じゃないけど、このキャラにやっぱ喋ってると、やっぱ小春さんはやっぱり僕ね、船長にしたよ、船長にしたけど船長でいいんですかってねんて、肉ねえがあいつ、この子やなと思います、僕。うん、でこっちチキンさんかなと僕思ってるんです。ダメですか。ダメですか。かこっち、かこっちって言うねん。かこっちって言うとなんかあっさい適当になってまいやん。かこっちやねんや。でも今のところ一応暫定で船長、骨の船長ね、青色の骨でしたよね、色で。でグリムーンはその格下なんやって面白いです。グリムーンも大好き。グリムーンはでもあげたよね、あの人に、トモヨさんに。というか私の方はトモヨさんよりいろいろ詳しいので、トモヨさんの船長っぽいかもです。トモヨさんが船長っぽいかもです。この中で魔物は船長が一番好きかもです。好きですが、あ、そうなんや。いや嬉しい、よかった。あ、魔物で一番好きなの選べた俺、やった。そうなんや、魔物の中で船長が一番好きって俺思わんかったでんさ。それはあの魔物に名前ない人いたやろ、米アスタリスクって言うと、あのアスタリスクってすげえ大人の感じしなかったですか。昔喋りかけたらアスタリスクになってるやん、コメント、この名前ない人って、この指導っていうところがアスタリスクになってるんですよ。それがすげえ大人な感じがしてさ、あれだったなと思います。あとこれ1個前の動画でさ、俺一人称になってるんですけど、一人称で話しかけてみるっていう動画を撮ったんですけれども、その時にやっぱりね、水戸さんとゼシカはめちゃくちゃ可愛かったですね。これとこれ、ゼシカじゃないやないだっけ、ゼセルかな、ゼシカはだから違うドラクエってゼセルや。でそれは置いといて、俺今何を言おうとしたんだっけ、忘れましたね。あ、そっかそっか、アスタリスクになってるのはすげえ大人なんですっていう話でしたね。そこからどういう話をしようとしたか、俺すごい重要なことを話さなあかんかった気がするんですけど、忘れたね、可愛すぎて。あれ忘れたな、いいか、そのまま行くか、すいません。剣持ってるな、剣を下ろしておきます。
ですね、娘に報告したらママはどっちでもない、ママは魔物くないもんって言われてしまいました。いやちょっと待ってよ、俺が魔物みたいになってもんが娘から見て、ちょっと魔物の中から選んでって言ったからだよ、おじさんが魔物の名前をつけてくれたのはって言っといてくださいね、お願いします。そうじゃないと嫌な人、俺が魔物になるから、本当のあっちから見た娘さんから見た、ちょっとお願いします。次行きます。長えな、ごめんなさい5分、次友よさん3分50、おーついにスーパーカー完成したんけ、編集済み、これ何ですかね、なんで急に方言ありがとうございます。今年雪降りませんでしたね、ありがとうございます。今日ピンク色のクラウン売ってるの見た、え何今日ピンク色、あえどういう意味、あのあーそういうことか、小春さんがベンツをもらった、乗ったやったっけ言ってて、あとそういうピンク色のクラウンって流行ったけどどうやって乗るのって言ってたのを友代さんが見たっていう全くの雑談、車の話ですよね。稲妻県入手方法編集済み、ハーゴンの騎士からレアドロップ、おそらく 1% 前後だと思われる。ハーゴンの騎士はマガマガ島などにいてリスポーン間隔は5分に1体のみ。へえ、マガマガ島っていうのは俺行ったっけ、わかんねえ。でリスポーン間隔っていうのは俺は全然わかんないけど、多分もう1回出てくるのが 5分やろ。で 100分の1ってことは500分に1ってことは10時間ぐらいやって1個出てくるってことね。それを俺は便箋で教えてもらってありがとうございます。落ちた穴でブロック積めば上に上がれますよ、ってか入れたんで出れます。あそこに俺落ちたんですよね、あそこ出れたのかな、本当にブロック積めたかな、確かにブロック積むのやってないですね、1個前の動画で、あその84の動画ですね。そういえば友枝さんがさ、そのこのままのペースでいくとその80台まで行っちゃうって30ぐらいの時に言ってたのがもう本当にぴったりやな、多分ここで終わるとしたら。メガ盛り食べて攻撃力上げて殴っても稲妻の剣強いって、それはいくらなんでもって言ってたけど、これは俺が検証してるけど検証になってねってことか。王者の何の剣やったっけ、王の剣っていうのを取って、この剣は回転切りが強いって書いてあって、これこの回転切りと稲妻の剣の回転切りとどっちが強いのっていうのをやろうとしたら俺途中で食べたんか、だから検証なってない。でもね、俺記憶あるんです、あそこ200何行ったよね。で1回目は100何になったけど見えてなくて、文字がちょっと低かった気がしますよね、稲妻の剣の方が確かやけど。だからやっぱり王者の剣の回転切りの意味はあるんかなと思いましたけど、鎧にリュック斬新ですよね、見た目、あちなみにですが見た目装備しちゃうとリュック消えます。俺このリュック好きなんですよね、リックは別に好きじゃねえやけど、このこれねかっこいいっすよね、これステーショナリーが、ステーショナリーっていうのかな、これ好きです。だからこのセンス的にはこれめちゃくちゃ合わんし、これまでここまでしたらこれヘルメットしてないとダサくスクーター乗ってるみたいになってるんやけど、でもこのリュックは好きやな、見た目装備しちゃうと。そうなんや、見た目装備って俺ドラクエウォークで知ったんやけど、あったんやねこれにも。メビウスさんへのツッコミ強い、ちょっと覚えてないですねこれ小春さん本編開始ありがとうございます。小春さん22分2秒、本編開始してすぐ、あそうね泣かせるんだわこれ、あのあれだわ、ケニー G じゃねえや、マジで本当に間違えた、さっきのリックとリュックは親父ギャグですけど今のは本当に間違えた、あー G メカ G、メカ G じゃねえ、メタル G じゃなくてキラー G、 キラー G が生き返ったかなと一瞬思ったけど、生きてるんかなと思ったけど、ハイタッチで目覚めるのエモい、これは本当にエモいですね、エモいの意味分かってねえけど絶対エモいっす、これはハイタッチで目覚めた時には俺はすげえ感動しました。24分35秒、いやー今のこの感じで動物の森ってできるかな、まだ迷ってるんで、24分35秒、もう少し高度を下げればみんなの頑張れよが見れたと、本当飛び立つ前にもみんなに話し聞くことができました、実は地獄さんとマギールさんはつながりがあったという話も聞けたんですよ。いやーそれは逃してるな、あそこで車完成して飛び立つところか、吹き出しで見れたってことかな最初のところ。へえそうですか、今ねここの
話はすげえ聞いた、動画撮ったからまたそれは保存版として。次小春さん33分16秒、上向いてジャンプしてハンマー振ると自分の下にあるブロック削れます。上向いてハンマー、うん、でもそこにブロックは削れないブロックかな。あ、ハマった時ね、俺が一回消したんですよこの動画。だからこの動画だけ初めて編集してるんですけど、編集ってもつなぎ直しただけだけど、そういう風になっちゃう人他にもいそうですよね。どうやって脱出させるつもりなんだろう。ちょっと俺バグかなって一瞬思ったけど、下にさっきトムさんが言ったみたいに置けたかな、あれ。でも置けてもさ、1マスってこいつ通れんよね、確か1マスしかなかったと思うんですけどね、あそこ。まあいいや、ワープもできんかったんだな、あそこ。ワープを習ったらやろうとしたんやで、ちゃんと。欲に目がくらむとろくなことがないという教えでしょうか。これちょっと見ていきましょうね。どこでしょうか、37。欲に目がくらむとろくなことがない、はい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 、これよ。あの吸い込みがすっげえあるところに牙があるんですけど、牙やったかな、あれ、大牙で下から出て、あれを取ろうとしたら死ぬっていうあれめっちゃ俺的には面白かったんやけどね、あそこすごい教えまだあるんですね、あそこに。でももともと壊れてるやつ何あれ、ちょっと俺好きね、面白いんやけど、あれそれは誰も触れてないんかな。38分20秒、後ろから叩いてこう倒、あれ面白いって、なんで面白いと思うやろ俺ってさ、やっぱ古い人間やで思うやと思って、ああいうことって俺が知らないところで自動的に起きてるっていうことが生き物感が出てるの、なんか、うん、38分20秒後ろから叩いて倒したら進めたわけではないです、所詮は幻、気にせず進めたら立ちどころに消えると。あ、そうね、あの最初のアトラスがいて、俺後ろから切ったら消えたと思ったけど通り過ぎたら消える、全ては幻、どっちの世界も幻なんやろな。だからこれね、本当に深い話になってきて、結局やっぱりそのドラクエってそうなっていくんやっていうところがあって、今僕がこう喋ってるのも 幻かもしれないんですよ、本当に。47分42秒、アングル的に見えませんが、ここ指導が自分の手足を自分での手足でぐんと押さえつけているような格好をしてるんです。ちょっと待って、これ見とこう、マジでこれを見とかなあかんな。うわー、見えんのもったいねこれ、俺が悪いんけこれ、カメラアングルでもでかすぎるやんって、指導が押さえてるんや。違う、まさかこれは俺の中にまだって言ってるもんな。違う、これはまさか俺の中にまだ、あ、押さえてるやん、うごご、許さん許さん、なるほどね。中にいる友達の指導が頑張っているのが嬉しいけど辛くて号泣しながらプレイしました。というかここから先はもうずっと泣いてた笑い前ちらっと言ったけど、電車男で俺が1時間45分、つまり映画の5分、最初の5分以外全部泣いてたのと一緒な現象だと思いますね。ガチャガチャがボーンってヤンキーに当たって落ちた時から俺ずっと泣いてました、ね、本当に。小春さん、王者の剣は最後の黒い魔物たちと戦闘後に手に入れたんだと思います。そうね、黒い魔物たちと戦うたびにこの鎧とかを手に入れてって、これロトっぽいもんね全部。でも違う名前なんやけど、なぜかこれを全部手に入れて、王者の剣はいつの間にか俺ピヨンって拾ってて、あれいつ手に入れたって言ってて、奇跡の剣じゃねえや、あれでちょっとぼかされてたけど、それを装備してみましたということですね。中にいる友達の指導が悪の自分をぐっと押さえつけてまで頑張ってくれているのが嬉しいけど辛くて号泣しながらプレイしました。さっきと同じところに言った、素直すぎてペチペチお腹痛い笑い笑い笑い、これ何やろ、素直すぎてペチ、あ、俺があの装備外して約束守ろうとしたところだな多分。あ、そうやな、やっぱりこれ嬉しいな、ここお腹痛いじゃないってこれ、俺 これ褒めてほしかったんやけど、小春さんに笑ってるけど、うん、褒めてほしかったんですよね。ハイタッチは大事だって覚えてってもらって嬉しいです。あ、ここもこの日程やって、俺1回しかしたことないは驚き、私日常的にするけど、若いね、若いっていうかいいな、やっぱインドアっつか陰険っていうか、陰険じゃねえ、内向的っていうか人見知りっていうか暗いっていうか、そういうことなんですけどね、暗っていうか、一回しかしたことなくないっす、いっぱいした、そのボーリングの帰りにイエーイってやるじゃないですか、あれのあれも飽きるっていうか、スペアでやったからストライクの時もうちょっと大きいのしなあかんけど、次スペアの時に
残念があった方がいいか分からなくて、でも逆転したからイエーイってやらなあかん、あのボーリングの戻りが難しくて、俺ずっと昔から言ってるんやけど、その時はやってますよ、ハイタッチもちろん。でも本当のハイタッチは1回しかしたことないです。それは本当にいとこと、多分確か マリオの2回か、ピクミンとマリオですげえ記録出した時があって、マリオのバディープレイ、これ見てほしいんですけど、まあ小原さん見てないかもしれんけど、この時だけは俺ハイタッチしましたね。あれ本当のハイタッチってやつですね。それぐらいの3回目のハイタッチです、これ昨日のやつが。でそう覚えてるんです、意外と小原さんがその最初に言ってくれてたところ覚えてて、ここで重要だって。もう一個ありますよね、ビルダーと今だけ付箋、今は付箋だけっていうところありますよね。ビルダーと破壊の、気持ちがなんつうの共存しているみたいなところあったんですけど、その前にそもそもそれは俺が言った時にそこに付箋貼っといてくれたんですけど、ハイタッチ嫌やな、ボーリングのあれやなって思ってたら、ハイタッチはこのゲームの肝やで覚えておいてくださいみたいなので覚えてたんで、その大事だと覚えてたことを昨日鳥肌が本当に立てましたんで、そこで拾ってもらって褒めてほしかったんですけど、日常的にするけど笑いっていうのになってますね。次チキンさんですね、ラスト、標準語話そうとすると顔が真顔になるチキンです。こんばんはいけるんじゃないんですか、あの標準語の人があの関西弁にしようとすると真顔になると思うんですけど、女優さんとかイケてるんじゃないですか、あれは。だからみんなチキンさんはやっぱ真顔になっちゃうんですね、そこで真顔怖えな、うん、もうだんだんもうなんかあれのイメージになってきますけど、いきますよ、21分、もう本編ここって飛ばしちゃってるね、これもう俺の全然無視やね、もういきなり21分13秒、俺の返事全部無視、風呂上がりキラージーだと思ったら悲しい、でもこの車は酔うだからキラージーが復活してたなと思っ、復活っていうか車の中で生きてるなと思ったら、やっぱそれでももう消えちゃうんだつって一瞬悲しくなったけど、酔うから別にいいやって感じだったんですかね。白ジーここにおったんや、急に標準語じゃないの出ちゃってますけど、25分53秒、反動でね、白ジーがいたね、かわいいなこれ、うん、次白ジーの顔を見ようとするオムさん優しい、俺顔を見ようとしたんです。アングルにこだわりがあって、これ吹き出し出てる時にもアングル変えられるって、このゲームすごいですよね。なかなかそういうのない、俺がやった中ではなかったです。ありがとう白ジー、何28分28秒、何したの白ジー、白字消えた、消えてるやん、もう消えてるとこや、教えてくれて。29分42秒、おお何これ、ハハハ、俺やんこの声、これ聞こえてるんかな俺のスマホの声、俺が椅子をすっげえ喜んでるとこじゃないですか、この椅子について誰も何もないんですかね。何回もリスタートしてるの見たら監獄島を思い出して笑った、あー33分これな、監獄島もバグ入ったもんね、さっき言ってたその出すところですよね、ごめんなさい見づらい動画で、これが噂の落とし穴か、あれ何回もリスタート、あ何回もリスタートはごめんなさい、韓国自慢でのバグではなくて、俺がただ単に失敗してたところですね。で噂の落とし穴メモっていうところはさっきのバグじゃないかなと思って、そろそろ酔うオムさん、私は酔ってますごめんなさい俺さ昨日その動物の森のさ動画をスマホで見てたらもう頭痛かったもん、酔いそうで文字ちっちゃくて、皆さんそれを答えてくれたんですね、そろそろ酔う、あーごめんなさいね、これ酔うとね、ハーゴンいいえなのいいえ選ばせてくれてるんですもん、ほう良いのか、どうしても愛まみえたいのなら指導様を呼んでみようと申すのだ、指導を呼びますか、いいえ高雪の音怖いからやめてほしい、あったよね高雪の音はブルルブルルってやつなんですけど、すげえ怖いです、サマの名探偵ネタですけど、指導の姿初めて見た、手が6本ってことは昆虫か、メモメモいらんやろそこ、メモいらないっすよこれネタバレは大丈夫なんやね、チキンさん的には、ありがとうございます。ただ
これね、これ見てもさ、確かこんな格好やって、そのコメントのところにブワーンって、コメントというかコマンドのところにブワーンとはみ出てるのは覚えてるんやけど、なんかな、殴ってとどめさすのは愛情高いね、そういうとこ嫌いじゃない、なんやってそれ、褒めてよ、さっきのとこですよ、なんやってそれ褒めてよってどういうことやってんの、ごめんなさい、小春さんに褒めてもらいたくて装備を取ったところなんですけど、嫌いじゃないって言われてますね、割と好きって言ってほしかったですけど、51分40秒激アツ、いきなり正月みたいな音楽なってびっくりした、何正月みたいな音楽って、何正月みたいな、指導が一人でこう行ったところですね、正月みたいな音楽なってるかな、正月、まあいいや、ちょっと動画的に今見せる、で最後53分8秒鳥肌立った最高回を、ここがあのハイタッチのとこですね、今回のハイタッチはすげえ良かったっす、俺でも好きなハイタッチです、本当にいいなと思った、ありがとうございます、男キャラで良かったなとも思ったし、なんかこれ女キャラとはまたちょっと違うハイタッチの感じになってるかな、絶対に触らんからね、俺は絶対に触らんから、どんなに寄ってても絶対触りません、次行きましょう、85のやつですけども、コメント順に並べたいと思いますと、今回はすいません、メビウスさんからなよ、最後 STGs のか、あ、最後のラスボスがラスボスやったのかな、あれシューティングになるのはカービィっぽいな、そしてメインテーマの中に、そのカービィっぽいな、ダメですよ、それそう怒られますよ、そしてメインテーマ流れるエモさ、だからエモいって分からんけど絶対エモい、絶対エモいっす、はい、エモいって何教えて、そろそろ、うん、そしてメイン、俺分からんって、 BL とエモいは、 STG は分からん、シューティングやな、そしてメインテーマ流れるエモさ、ハーゴンってラスボスかと思ったんですがかませだったんですねこれだから実際のドラクエ2の時どうやったかをまだ分からんねって、俺思い出せねって、小春さん返事、めちゃくちゃエモいですよねだからエモいって何え、エモいってネット用語じゃねえの、俺がただ単に無知なだけなんか、まあいいや、エモーショナルエモーショナルって何、まあいいや、小春さん23分前編集する。長くね、長いよこのシーン、すっげえ長い、言ってたことだね、あのジミーじゃねえや、指導が作るんですよ薬草、そこすっげえ長かったんです、あんなに長いことってねえっすよゲームで、多分だから俺はそれプラスの意味で言ったんですよ、ごめんなさい、まあ笑いでもいいシーンなので、くしゃがをもうちょっと我慢してください、これごめんなさい、これをね、俺の多分方言や、これこれこそ方言や、方言とか俺のいつも怒ってるんかって言われるやつなんやけど、違うんすよ小春さん、俺これ本当に長くてよかったなと思ってたところなんで、誤解のないように解きたい、これ解けるの嬉しいな、こうやって返事で、うん、言い訳だろうとなんだろうと、こうできる場があることが嬉しい、あの時ああしときゃよかったなって思うんですよ、いつも打ち合わせとかでも、そうじゃない、ここで答えさせてください、あのね3回じゃないあれ、せめて長くても、でもあれ3回以上したんやって、なかなかそこをそんなにゲームでやらせることってない、今まで体験したことが俺がやったゲームの中ではなくて、そこをすごい言いたかったような開発者はと思いました、最近開発者はって言うよね、チキンさんも、いきます、6分30秒キャベツだけ焼いて食べたってゴンゾーラじゃん、はい、そうなんです、僕キャベツだけ焼いて食べてました、もうだって本当に味噌汁の作り方分かんなくて、友達もお肉買えなくて野菜、あのキャベツだけ焼いてタレつけて食べてましたけど、8分36秒実写映画化してほしいな、これ私、あ、娘はアニメ化してほしいと言ってました、さっきから娘さんと俺が距離が出てきちゃってるんです、あのこのおじさん、おかママにあの魔物扱いした嫌いってなります、僕もアニメ館の方で言っといてください、ストーリー通して見たくなりますよね、本当にそうなんですよ、これ実写やったらでも誰かな、実写やったら誰かなと思う、誰にしよう、また考えておいてください、そこまで当たっても死なないんですね、うちの夫小春さん、え、死んだよ、死んで車に乗っ込んだところからリスタートしてめちゃくちゃ笑いました、ラスボスで俺めちゃくちゃ食らってたけど全然やられんかったけど、それよりもやられたってこと、夫は突っ込んでたな多分、
車乗り込んだとこからリスタートになるやん、ね、そうするとずっといい絵選んでるみたいなもんやね。最後の音楽ぴったりなの、私もすごく感動しました。そうなんですよ、あそこすげえなと思って、そのなかなかこのキャラクターとかのに俺は小春さんとかチキンさんほどメビウスさんほど入り込めてないですけど、そういうところにはすっげえ入り込んでます。だからあのマスどうなってるようなとこずっと思いながらやってますんで、こう見えてもあのブロックとかここにこれ置いたら置けんようにちゃんとなってるんやとかってそこら辺に感動してます。で音楽がちょうどボス倒すときにぴったり終わったところにもすごく感動して、そこはちょっと口に出してしまったんで、ただ小春さんもそこにもちゃんと感動してるんですね。泣きながらそこにも感動してるんですね。ストーリーに泣きながら最後の悪指導と友達指導のセリフで調整してるっぽいですね。どうなってるんだろう、本当すごい、本当すごい、これ本当すごい。このドルトンさんのセリフ、ここの後ろにいるやつね、すごく心に染みました。自分の過去を振り返ってみても、あの時あれだけ頑張れたんだから今だって頑張れるはずって思いながら生きてたなって。ここのみんなのセリフはどれもこれも良すぎて全部心に書き留めておきたいと思いました。おお、すげえ。この動画今1個前に撮ったからまた見てください。俺はねこの時誰が好きって聞いたかもしれないですね。そしたらみんな好きなんやね、やっぱり。でもその中で選ぶと誰なのって思ってて、意外とあの人はいいこと言ったなと思う。意外とミトちゃんよりもあの人の方が良かったなと僕は思ってますけど、あと深いな、あの頬が深い、ちょっと頬は深い。チキンさんです。私も小春さんはチャコのイメージです。おはようございます。そうね、だから名前を変えれるところがもしこのクリア後にあったら小春さんはチャコにしたい。いや、骸骨のまま行きたかった、骸骨じゃない、船長のまま行きたかったら船長。てか船長ともう会えんのかな、これ。船長とか監獄島の人どうなったんやろ、あれ、うん。この回は感動したのでコメント荒ぶってると思いますので読まなくてもいいです。カッコ書きが最初ありますけど絶対読みたくなります。2分35秒指導よ、いい、読んでもごめん。指導のものづくりかわいい、 A 作ってみる、主人公のために何回も挑戦、 A 作る、びっくりマーク。そして音楽は変わる、涙腺崩壊、楽しむことが初めて薬草作りにつながった、おめでとう指導。ここですよね、面白かった、面白かったね、感動しました。鼻水垂らしてますねチキンさん、汗を拭ってるのか涙を拭っているの、拭いているのか表情が見えない楽しみ方、うん、どこやろ、あーそうなんや、ちょっと待って、あーほんとや。俺がね顔見ようかってその後言ったアングル変えてるけど、指導が一人で歩いてってブタペンつって起こすときに顔を拭ってるんやわ。それが汗なのかどうかが見えない楽しみ方やって、もうタイムスタンプどこにつけたらいいかわからないぐらいずっといい。起きてすぐ主人公、あ、起きてすぐ怒ってる主人公やムーンブルクでのこと仲直りしたり主人公からのコンボ、これ全部ずっといい。この後ずっといいってことですね、7分間。その後の付箋がもう7分後やもん。ゴルドンバーおかしいの俺のせいですね、これは。すいません。最後さ、あの確かさ、指導に読むよ、大地を作りバーを作り城を作り、こいつが何かを作ったから変わったんだって指導が、友達指導が、友達指導っていうのこれ、本当の指導っていうか敵の指導に言ってるんです、悪指導に。バーおかしくねえと思ったけど絶対おかしくないです、ごめんなさい。バーがないと、バーとかね、そういうものがねえとさ、パチンコでもいいわ、もうまた出すわパチンコ、ないとないとダメなんですよ、それは。全部城と共存してないと、それは。だからバーは重要、そういうところもいいっすよね。だからね、俺今こう見えてる、たまたま見えてる、これが変わってって過ぎてるじゃないですか、あのペロが変わっていくのも俺は多分堀井雄二さんのこだわりだと俺は思ってますね。だんだんこれ最初の方が良かったってみんな言ってたけど、こういうのもやっぱり人生やと思うんですよ僕。堀井雄二側に立つとおかしくない。19分03秒、 OP の音楽あんま聞いてないけどこれは鳥肌、本当にそう。あのてん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 て、あのドラクエのテーマあるじゃないですか、あれが一番嫌いなの俺、あの音楽が。あれうるさいんですよ、なんかすごいディスってるように聞こえてますけど、ドラクエの音楽全部好きで全 CD 持ってるんですよ。けどあのテーマはもう飽きてるんかなんかわからんけど、なんかうるさく感じちゃうんですよね、あれがオープニングに流れると。今回のこの
これのセーブ選ぶところもその音やと思う。セーブ選ぶところじゃないか、うん、A ボタンを押すとこれセーブ選ぶ前のタイトル画面になってるんやけど、なんかもうちょっと静かにしてほしいなと思うけど、あそこに使われた時は鳥肌立ちましたね。あそこのためやったのか。ゴルドン指導が棍棒で隕石を跳ね返してるところが地味にかっこいい。指導が自分と戦い葛藤してるかのような演出、そして主人公と戦い最後24分13秒、ここで終わらす鳥肌。この24分13秒は L プラス A 必殺、これは鳥肌です。これは神回、俺がすごいんじゃなくてドラクエがすごい。神回っていうかもうドラクエのエンドがってこと、すんなり帰ってこれたのはちょっとゲーム的、急に冷めてんな俺さっきまで感動してたのにさ。確かにさ、俺もいつこうやって帰ってきたか俺覚えてないですもん。行くときは行くのかいとか言って、俺がそこで空気を壊さんように、あの鋼の剣だけで行ったんやけど、帰り方覚えてねえわ。もう一回動画見ないと。ドルトン、え無視え俺ドルトン無視したの、なんで。あ、今この島に戻ってくるところで一人ずつこう話していったのに、俺が見逃してるところが一箇所ありました。ありがとうございます。マジで本当は無視してる。41分30秒本当にあった怖い話、実はあれを作ったとポンペ素材が全然足りなくてドルトンさんのヒゲを使ったんす。めっちゃ怖いしめっちゃいいし、ここに最後のスタンプあって、この回はいい回でしたが、すっげえいいし、ありがとうございます。ってことで、なっけえ話を終わらして、俺のでこの人らの投げ話も全部聞いて、投げって言うなよこの人らのは。でもう行くよ、これどうなるんかなと、これもうエンディング行くだけなんかなともちょっと思ってます。これどこも行けんのやな、今はもちろん。これまでで一番意味のあるいい絵やったね。ここで喉ゴロゴロなるか。ここで喉ゴロゴロなるか。できるだけ喋らんとこは。ちょっと待って、すいませんでした。このセーブ いらんかったやん。しまった。
何やっ今日何もやってないよ俺。ありがとうございましたありがとうございました。知らんかったでさ、だって昨日の時点でもう終わらせれてたんやね。今日はエンディングだけの日になりましたけども、ちょうど今小春さんから追加のコメント来てます。さっき読めてなかったやつ、なんでなんで、その前は23時間前やったのに。え、あ、え、15分前編集済み、あ、終わっちゃう。 OM さん、フィンの文字が出た後もクリアとついたセーブデータから始めてみてください。まだもう少しストーリーの続きがありますから。って何このタイミング、ライブかよ。知ってんの俺のこと。ツイートもしてねえし俺こんなことしてんの。ただ単にこのわからんよ、ドラクエビルダーズをプレイ中っていうのは出てると思うけど、それを小春さんが見てたか。で俺が見たらあの昨日のセーブやったら、あ、もう終わっちゃう終わっちゃうと、だからこれ書き込まなあかんっつって。いやいや、タイミングすげえし、あの便箋の時もすごかったけど、タイミングすげえな。ありがとう、こうやってコメントを改めての、このコメントが来たタイミングももう運命ですよね、これも、もしかしたら。うん、だからその何か言ってて申し訳ないんですけど、このビルダーズで学んだことはやっぱりキャラクターが最後その全員と話した動画とかもあるけど、あの昔のドラクエやったらさ、もう北か南かって話してたよ覚えてる、北か南やってるんだあれで、北と南が分からない頃にそれをやってる。で話しても最後の最後でも、なんだ何も買わないんかいとか言って、全然空気読めてねえ道具屋とかいたと思うんです。まあ、適当やけど、そんな感じじゃない。その道具屋はもう道具屋やっていう、その最後のシーンになってても、でも今はもうちゃんと全員ここに集まってきて喋ってさ、ちゃんと一人一人いいこと言うじゃないですか、長い話を。そういうキャラクターの進化っていうのがすごいあったなと思うのがでかいんですよ、僕の中では。このゲームでここにコメントをくれる人たち、まあ小春さん、チキンさんをはじめ、その人たちも僕にとってはその AI っていうか、 AI っていうとあれなんですけど、やったなって何回も言いますけど、そう思いますね。特にこの15分前にちょうど来るところとかすげえもんな、これ。また来てくれよなっていう道具屋とはやっぱちゃうわ。もう今週もクリアするから。今の意味わかりますか？そういう感じの時代。これでも今の最後ブワーって作ってるところの絵とかさ、一番最初見た時はえって思ったけど、むちゃくちゃ愛着出てるね。あの作って早送りみたいになって、こっちこっちこっちって作ってイエーイってやるところまでのあの絵って、なんかドラクエっぽくないなって思ってたけど、今じゃ愛着が出てます。はい、僕がもしこれを3が出るんやったら、やらせていただく権利があるんでしたらやらせていただきますけど、光栄テクモゲームスやったの最初出てたか。ていうかさ、最後チキンさんもさ、よう追いついてくれたよね。だからチキンさんが追いついてくれてなかったら、チキンさんのコメントを動画で読めてなかったよ。何ははうまくいったな。おし、これで世界は消えることはない。そうなの？ずっとこの島で物を作っていける。うん、そう、設計図に決まってるやん、そんなの。え？僕がビルダーになったら、すごい。
ビルダーって言いたかったのかね。そして歴史は続いていくと。さっきの右下に出るメーターなんなあれ。あのタイミングでなんで出たやろ。あ、これね、フィンが出た後って書いてあった。そうなんや。あそこのメーターあそこで出るんや。セーブしますか。はい。これクリアコードデータ。これなんでコピーできないのよ。最近のゲームはさ、それは道具屋の話は良くなったけどさ、セーブデータがコピーできないんですよ。だからあそこの話をもう一回見たりとか、あのボスともう一回戦いたい時にできないんですよ。そういうとこどうしてんのみんな。ここでもう一回やってくださいって言ってました。うん。ちょうど15分前に。もう空気を読みすぎ。ここがうるさいと感じてたんです。僕さっきの話で。うるさいと感じてる人僕だけじゃないでしょ。あら、これ。はい、クリア。もうまんまや、小春さん。このゲームどんだけ好きなん？クリアとついたセーブデータから始めてみてください。まだもう少しストーリーの続きがありますから。なんじゃこれ、すげえな、おい。いやー、3月25日やで、本当に1ヶ月半ぐらいさせていただきました。うん。面白かったですよ。なんか特別な体験をさせてもらいました皆さんと。うん、まあ ここで出てくる A はまあ重要やったけど、これはまあ大丈夫な方やな。さっきあのゲロ吐いてるドルトンがいたのを作った人の絵があったんで、それはちょっと今出てほしくなかったですね。フィンの後はこれまあまあ OK です。これは右下のこれは今出てほしかった。今出るならわかる。お、本当にあるんや。こんなことなんで覚えてんの小春さん、すごい。おお、見えるよ。お、おおになってるやん。あ、そっか、おおが痛い。俺おおのこと忘れてた。消えずに済んだ。これからは何も邪魔されず好きなだけものを作れる。断りたい。指導見えんなこれ。ちょっと待って、言おうかチキンさん。大人になってから腰が大変よって最近の話し方するね。やっぱり新しい建物作りをお願いします。おお、そうなんや。ルルタワー、誰や、王じゃないのかな。こっち王かな。こっちに来てくれ。やっぱりあの王は天然なんやな。まだ使うのこれ。ポストに手紙どのタイミングで届くのよ。このとポストのタイミングって何、本当に時間か。全部戻ってきた。クールなお湯はで OK で、これを使えばいいですか。いや、どこ？あれ？うん。え？いつもと違うタイミングや。どこに置いてあった？いや、ごめん。あー、仕掛け踏んでんだ。ストーリーあるってよかった。本当になんていうタイミングの何回も言うけどコメントなんやろ。どこ行くのこれ。え、何ビラリラリラって。やめてやめて、今はやめて。え、あんなとこや。あれどこや。あれちょっと待って、今こっち向いてからこれすると、ここやもん。
ポストの手紙と関係ある？あ、いるよ、もう始まってるやん。なんであんな遠くまで聞こえてやる？どこやねん。シドいるんけ？埋まってんのか。かなり遠く。どういうこと？かなり遠くってここの中かな。ここの笛いまいちわからんねって。笛が下か。この辺なんかな。近くやって。やった。かなり遠くと近くの距離感が分かんねえ俺。掘っていいんかなこれ。あれ？なんか開いてる。え、すっげえ。え、すげえ。掘ってよかったんや。なんか見えるやん。行く？もう。ここ入ってく？これ何？これ何これ？これ何これ？危ねえ。下押しながらしよう。入るんだから。あれ入れんぞこれ。なんやこれ、見たことないオンオフスイッチみたいな。ほらブンブンか。いや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 、わかんねえし。あと10分以内に終わらせない。1時間超えるし。あ、あっちよ。ちょっと入りたいですね、これは。豚や。豚が見えた。おお。難しい。これ難しいよ。こんなもん。ずーっとわからんままや。これ素材島の下も掘れって言われたけど、わからんままなのと一緒でさ、ここを自由に掘ってくっていうのは年寄りには難しいんですよ本当に。その正解やと思えないっていうか、ゲーム的に。何してんの？
ま使わなかったなあれ、塗り替え。こっちじゃねえか。ちゃうわ、出てきてねえの、外やん。やだ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 小原さん、小原さんやだ俺やなのこれ俺、あのせっかくさ、こうまとめの動画っぽくなってエンディングいってんのにこれ。まあでもタイミング的に良かったんやけど、素直にここ持っていくわ。じゃあやったー、あ、や、あら、いた。いたやん。これか、小原さんが言ってた、残りの。狭くないんですよ、僕が掘っちゃったから。モフモフ、また魔物しか何かと思ったらどうやら本物みたいだな。ビルダーハンマー、特別な力を持ったすごいハンマー、凄まじく硬いものを壊す。これを使いこなせばよりたくさんのものを作れるであろう。クリア後にこのハンマーが出るのがいいとこですよね。指導もあのオーラにまとってないんや。始まるんですか。物を作るのじゃもうダメ。作ってさっき洞窟の森の話したっけ。そこの横にさビルダー1があって、それの裏のパッケージも見たんですけども、全然違いましたね話。だからこれで物作りをすげえやるとしたらもう1できんもんね。どっちかに潜入しない、専念しないと。住人名簿で呼べるようになったよ。はい、ありがとうございます。ここまでなんかな、小原さんが言ってたストーリーって教えてくれてありがとうございます。自由にビルドしよう、世界を救うビルダーの物語は終わった。しかしものづくりは終わらない。自由にビルドして自分だけの最高の空っぽ島を作って、空っぽ島を作っていこう。はい、この一番苦手なターンですね。ありがとうございました。
住民名簿ってすぐ出せると思う人、すぐ出せると思う人、俺の力でもう今も間違えて下押してるから出せますでしょうか。出せたら名前書きます。これよ、これ、これ誰も言わなかったけど、おおってだけ突っ込んでくれたけど、どこにあるかな、住民名簿ないな、すぐには。これこれさあ、旗の設計図なんや、これ捨てれんかったやつ。住民名簿は緑色のやつです。緑色のやつですよ。ないよね、すぐに見つからないです、いつもあれ並べ替えてますもんね、ちゃんと。緑色のやつないですか。ないですね、ここら辺ちゃいますね。これなんですか、バキバキ。これ一個どこ行ったのかな。住民名簿が見つからないと、この住人名簿俺どっかに入れたんかな。そっか、作ってどっかに入れちゃったんか。てかあそこに置いたやん、何してやろう。ここに置きましたわ。ちょっと今もう夜中になっちゃったんですけど、動画見てくれるんかな。でも見るとこないけど、全然ストーリーやし。あ、金こんなとこやった。それ違った。あれ、ゴールドマンはあっちへ行こうとしてる。ここに置いたやん、ごめん。住人が空っぽと島と出身地を行き来できる。出身地も移動できるやな、この後。久しぶりに出身地に戻るのもいいでしょうということですよね。チキン、こっちキー、これ、まずこれね。これがチビオじゃなくてチアキ。でこの人でいいかな。名前つけれないもんね、だって船長は。あれ、帰れんねや、これ帰れんが名前。チャコは、おい、小春さん名前つけれんかった。ミミズも入れれんねや。えらい人はみんな入れれんねや。スライムベースはつけれるんや。へえ、ゴーシュ、あ、商人や、俺んとこの変なとこにいた。これ持って帰ってきたやつやね。これもこの絵のやつは全部あれなんか、あそこから呼んできたやつか。あ、ゴッソンとか懐かしい。ていうかさ、どこ行ったのあれ。あ、ていうか王もどこ行ったの。いつ戻ってきたのあれ。あ、もういるんや。あれ、王取りに行けるんかな、ムーブルクに。王がいたもんな、だって。あ、引っ越すとある。なんで、いつ来たこれ。行き来できるようになったって言った時に来たことになったってことか。だから小原さん家にいたんや。なぜか緑に置いとこう。なぜか緑に置いとこう。こいついじられ役やから、こいつは。引っ越すしかねえし、こいつ引っ越すしかねえし。名前つけれんかったな。また考えます。一応仮にスライムベスにつけておきましょうか。そこで1時間ちょうどいきなりスライムベス。でどこ行ったのじゃあ、あのさ、空っぽ、あの島にいる人。あそこには行けるんかな、韓国島にも。今からベリタスさんとかです。おはる、ラリル、ベリタスさんとメビウスさんとシャンさんですね。はい、ここまでにします。ちょうど1時間でした。ありがとうございました。